落下で打っても結局ここって上昇に入ってくるのに入ってこれなくなっちゃう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。T&H ゴルフラボのつっちです。さっくんです。イメージシャフトのドリルのおさらいだね。おさらいですね。おさらいで、まあ、ちょうど、まあ、3周年も経って3年経って、まあ、もう一度ね、あの右手のドリルからあのしっかりおさらいしていければなと思います。はい、思います。で、右手のドリルをもうどんどんいっちゃいますか。いっちゃいましょう。いっちゃいましょうか。そう、最初大事なところ、イメージシャフトは必ず最初はここですね。そう、長大のコースからあのちょっと右手をハイクしてさせて、まあ、釣り合うところで、でこの釣り合うところで持ったら、まあ、これで地面と平行ですね。であとこの持ってる場所はこういう高さは高いところでやらずにちゃんとベルトの高さで持ってください。でここがまず大事になってくるのがイメージシャフトで、まずこのように平らに振ることなんですね。平らに。でこの鉛が常に真下を向いた状態で振れるっていうのを必ず徹底してください。この動きです。でそしたら今ここで180度、まあ、飛球線に平行になった状態からここまで270度で刀の鞘を収めたところまで動かします。でこの時の右手のこの形、この形です。この形、ここをしっかり覚えてもらって、でその次にこの動きを理解したら正しいところ、まあ、大体指1本分短く持ってもらえればいいので、この位置から今のクラブの動き、イメージシャフトなりをしっかり想像して刀の鞘まで270度まで動かします。これがまず最初のね、一番最初のポイントですね。右手のドリル大事だと思います。はい、もうここでまずは真っ平らに振ることだけでいいので、そう、これ真っ平らに振るのが本当に難しいというか、ちゃんとやらないともう大体こうなる人が多いんですよ。そうですね。最後だけヘッドが上がっちゃう人がすごく多くて、結構まあその人にとってはもうこのクラブを下に落として、こういうクラブ使いが今体の手の中に入ってるんで、もう鏡を見ながらちゃんと平らに振れてるかなっていうのをしっかり見ておいてください。この縦、上下ですね、うん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 、この動きは主観的にはこのスイングには入れないっていうのがこの右手のドリルでも同時に覚えられるので、これ超大事じゃないですね。コックアンコックの部分だもんね。これがあるとクラブの高さが変わっちゃうので、まあ、どうしてもボールの方にインパクト合わせに行かないとスイングできなくなってしまうので、まずはそれ使わずに本当に平らに振ること。でもうこれをあとは一筆書きでまずは振れるかどうかで、そのままマットのところまで前傾して、関係性のまま前傾してあげて、手をハンドダウンにしたりとかハンドファーストにしないように、アドレスはもう必ず最初はこのポジションです。でここで同じように右手のドリルをする。ただめちゃくちゃ大事なのはここで平らに振りました前傾してこの重りの向きをこうやってやっちゃう人がいるんですけど、これこう、ね、自分の方に最初から抜けちゃうパターン、デリバリーのポジションから、これは右手がシャットの動きになってしまうので、あくまでもレベルトの高さでも前傾してもこのウェイトは常に真下を向いて地面を指しているっていうのは、ここは必ずね守っていただいて、イメージシャフトなりを前傾しても感じると。なのでここで最初使って前傾する時の違いは、前傾をしないで振ってた時は鉛がずっと下なんですね。ずっと下なんだけど、前傾するとこのまま本当に前傾だけしちゃうとこういう感じに陥りがちなんですけど、イメージシャフトのこのスイング理論としてのスタートは必ずこの形から入るので、最初のスタートはここで真下になります。
で真下になった状態でこの斜めの前傾した通りに振ってあげるとフォロー側では今度はこうなるんですね。右手が猫パンチ、猫パンチのこの手の形で鉛が若干自分の方向くんですね。そうですね。これがこうやって真下を向いてくる動きにはならないでこうなる。そうです。でそれで地面を叩けるかどうか、またはTを叩けるかどうかを、まずご自身で確認していただくっていうのがまず最初のポイントですね。あとこれはできるようになったからといってやらないってなってしまうと、スイングに落とし込めなくなるっていう現象が起きるので、必ずイメージシャフトから、ドリルを行ってもらってスイングをしていただくっていうのがイメージシャフトの順番になります。はい、あくまでもスイング構築なので、はい、本当にそうだよね。なんかあこれできたと思ってこれでもう終わっちゃいがちなんですけど、これはルーティンです、はい、もうとにかく手の中にこういう動きを入れたりとか、あとはシャットにこう使ったりとかっていうことを忘れるためなので、うん、一回意識したらできましただけじゃなくて、意識しなくて自然にできるところまでちゃんと毎回いつまでね練習してほしい。あと最後1点だけ、右腕を内旋させないこと。これが平らに振る上で、必ず身につけてほしい下回りスイングの動きになりますから、ちょっとじゃあもう一度ここでやってもらうと、これが平らに振ると気づかないのよね。そうね、こうやって振ってるとこれ普通、普通そう、これ正しく、まあ、手のこのリストの動きに合わせて動いてる。これ回してない状態。回してない状態で、回してるのはこういう状態。これはね、すごく見分けがつきづらいんですけど、ただ前傾するとよくわかりますよね。そう、前傾するとこうなっちゃう人、これね、これで前傾したらシャフトが立ってこないんですよね。そうで、なんか鉛が違うとこ向いちゃう、あれっていう、このここそう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 、でそれが今のを内旋して回してない場合はクラブの動きがこうなってくるの。これが正規の270ですからね。これ前傾また起こすとさっきのところに戻ってくるので、これがこの違いだけです。回してるとちょっとこう下がった状態に、ね、そうなって、落下で打っても結局ここって上昇に入ってくるのに入ってこれなくなっちゃう。平らに振ることを前傾でも維持させようとすると、どうしても右腕を内旋してこう手が返ってしまう状態になりやすいんで、ここはまず内旋をしないっていうのがポイントになりますから、はい、ぜひ皆さんもこのドリル、イメージシャフトをもう一度、右手のドリルから見直してみていただけるといいかなと思います、はい、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では、次回は、右手のドリルと左手のドリルと順番に説明していくので、お楽しみください。はい、はい、では、バイバイ。